アンナ・ソフィー・アダンマークは、デンマークの王族。デンマーク・ノルウェー王・フレゼリク三世とその日で、カレン・ベルク公、ゲオルクの娘であるゾフィー・アマーリエの間の長女で、ザクセン・センテ公、ヨハン・ゲオルク三世の日、両親の体にし、長女として、シュレースビヒのフレンスブルクで生まれた。兄に、父の後継者となった、クリスチャン・オセイ、弟に、イギリス女王ンの福ン・ヨアン、 妹に、プファルツ選定校カール2世紀の日ビルヘルミーネ、スウェーデンウォーカール11世のヒュルリカエレオノーラが、いる。アンナソフィーは高度な教育を受け、母語のデンマーク語だけでなく、ドイツ語、ラテン語、フランス語、スペイン語、イタリア語も理解した。黒々した、濃い眉毛と長く曲がった花が、容姿の特徴だった。1666年10月9日、アンナソフィーは当時は、 ザクセン選定校の四次講師だったヨハンゲオルク三世と結婚し、間に二人の息子、ヨハンゲオルク四世とフリードリヒ・アウグスト一世を設けた。夫は複数の愛称を囲い、中には夫の子供を産んだ者も,もいた。アンナ・ソフィエは二人の息子をデンマークから連れてきた女官に育てさせた。夫のヨハンゲオルク三世が1692年に、 死んで長男のヨハンゲオルク4世が即位すると、アンナソフィーは、ヨハンゲオルク4世とその相性マグダレーナジビッテフォン、ナイトシュッツとの仲を咲こうと格索した。ビッラは、ヨハンゲオルク3世の相性ウルズラフォン、ハウクビッツの生んだ娘で、ヨハンゲオルク4世とは、異母兄弟だと考えられていたのである。アンナソフィーは長男を、ザクセンアイゼナハ公女エレオノーレと無理やり、 結婚させたが、ヨハン・ゲオルク4世は、ビッダとの同性生活をやめなかった。ヨハン・ゲオルク4世とビッダは1694年に天然痘で相次いで急死し、次男フリードリヒ・アウグストが先帝公位を継いだ。1696年生まれの孫、フリードリヒ・アウグスト2世を養育しながら晩年を過ごし、1717 17年にプレッティンで亡くなった。 ありがとうございます。